あ、こんにちは。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。すごい。ほら、はい、圭介選手、ほら、見てごらん。前からお友達が来たら上手に大きく逃げてくれてるね。意外とこれ。はい。ああ、伸びて素晴らしい。わあ、素晴らしい。わあ、上手。わあ、素晴らしい。目に見えない感覚を磨く、そうそう、素晴らしい。スッとこう下げる感覚を磨いてごらん。すごい。先生みたいになってる。おお、すごい。今みたいな練習ってやってたんすか？いや、俺覚えてないですけど、やってたんじゃないですか。ちっちゃい、これ。リフティングの最高って何回ですか？やってみたら？小学校2年生の時に2000回やってから。もう数えてないっす。イエーイ。絶対活躍すると思う。背がでかいからどこにバスケするかもよくわかると思うから、で、優秀だと思う。ブラボー。腕いいな。ありがとう、買ってくれて。どこに？小学校ってどこですか？小学校、上島小学校。先生でかいね。でかいです。私は、なんでそんなにでかいの？いっぱい寝るんや。いっぱい寝た。プラコになった？小学年は手加減しないよ、俺。はい、はい。いや、手加減しなくていいですよ。マッハ1で、みんなさ、片っぽしか見ないやん、ボール。そうね。そのままフリー、俺ぶっちゃやばい。どう、本田選手のシュート？ちょりすい。質問ある人。はい、はい、どうぞ。はい、こんないい選手になるためにどんな努力をしましたか？努力っていうのはないと思ってるんで、とりあえずいっぱい練習して、この今いる人たちよりも誰よりも上手くなりたいっていうふうに思いながら、誰よりも練習すれば上手くなると思います。どうしたら、シュートの力が、強くなりますか？まずしっかり止めることができないとシュートは打てないんで、まず止める練習して、ボールをよく見てちゃんとインステップだったりインサイドに当てれば強いシュートは飛んでいくし、シュートは強さなくてもコースに飛ぶと入るんで、まずよくボール見て止めて横からする。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一回拍手。終了。楽しかったです。みんなと違ってすごく上手くて、今までに体験したことないようになったらできました。楽しかったです。楽しかった。そして上手かったです。上手かった、はい、びっくりした。びっくりした。プロのレベルを知りました。当時の印象ってどんな選手でした？いや、なんか本当にこう可愛くて、とても優しくて、もう今と全く変わらなくて、もうサッカーが大好きで、本当に なんていうのかな、こうみんなに愛されてたっていうか、特に上の子に可愛がられてですね、それをよく覚えてますね。トップで頑張ってる山田裕貴も、総出の会場で見てたんですけど、やっぱり、地元の浜松の子、本当に素晴らしい選手がたくさんいまして、彼らを目標に今のスクール生も本当毎日頑張ってますんで、
本当にいいお手本になっていただいてありがたく感じてます、はい。自分もスクール出身でこうやって選手の人が来てくれてジビロに入りたいと思ったので、まあ、それができてホッとしてるって感じです。今日来るのって志願したんですか？そうですね、自分からスクールの活動は行きたいなと思ったんで、まあ、コロナでなくなっちゃったんですけど、ありがとうございます。またこうやって触れ合えるんで、まあ、機会があれば他のところも行きたいと思います。ありがとうございます。